下へ動くけど、なんかちょっと恥ずかしいなと思わないで、ね。それから、つまんねえなと思わないで、もっと、今みたいに乗ってください。で、乗ったらもう動いちゃって構わないから、ね。隣の人に突き飛ばさなきゃいいからね。はい。そのぐらいの迫力で全部、よろしくお願いします。それでは音楽の方はここまででいいですけれども、どうでしょうか。すみません、お疲れ様でした。まずこれから降りる練習をしますが、一つだけいくつかちょっと注意点だけ言います。当日、世界に一つまでのまではここに神奈川フィルさんがいるよということだけご認識ください。あと男性パートの方でちょっとお任せしますが、ちょっと背低い方後ろいたらちょっと相談して入れ替わっていただいたりしてください。あと親善大使はスポンサー看板にかぶってる、そこ5人か6人なんだけど半分こっちだからね、スポンサー看板に引っかかっちゃダメ、広がりついちゃダメっていうことと、あと今日子供さんがお子さんが全然人数少ないんで余裕があるんですけど、当日はもう全然きつくなる、そこ今余裕があるんですけど当日全然きつくなると思います。それだけご理解ください。じゃあすいません、スタッフの方ちょっと前出てきて今から下ろしますんで、でごめんなさい、鉄柵今そこに置きました。イメージ的にはあそこからずっとまっすぐずっと柵ができます。皆さんが花火を見るのは、柵よりこっち側で、子供は子供の子供とか、ごめんなさい、同性とか親御さんはあっちの方、今ちょうど歩いてる人がいるあの辺に待機するようになりますので、あっちに子供はみんな移動する、そしたらお父さんとかお母さんがいるよと。で、歌っていて保護者もカードを持ってる方は降りて行ければなんとかあそこまでたどり着いてもらって、もし行けなければ後で迎えに行ってあげてください。じゃあすいません、今歌が終わったということでまず子供から降ろします。じゃあ気をつけて降りてきて、押さないでくださいね、怪我した過去の怪我人出てるんで、はい、ゆっくりゆっくりゆっくり、すいません、お待たせしました。子供も含めて降りる時間は5分だそうです。5分です。で、前の方、今お子さん降りたんで次、前の方が芝生の方に移動してください。で、その際、ケーブルマイクがあるんで気をつけてくださいね。じゃあ移動してください。後ろの方は後ろから出ちゃってもいいですよ、ただマイク設備だけ気をつけてください。上ちょっと待って、上下ろさないで、上ストップ、降りないで、まだ降りないで、ストップ。はい、で、見えない方もいらっしゃると思うんですけど、ここに階段と両サイドにあるんですね。で、皆さん一番危ないですから、ゆっくりで構いませんので、くれぐれも押さないでくださいね。本当に怪我人過去出てますんで、じゃあ、近い階段からゆっくり前の人を押さないで降りてください。じゃあ、お願いします。はい、ゆっくりね、ここで怪我しないでくださいね。ゆっくり、スタッフは階段についてあげて、ゆっくりって言って、階段についてあげて、後ろを押してる人がいたら押さないでって言ってあげてください。各階段にスタッフついてください。親善大使も階段ついて、階段で声かけて、本番も声かけてね。
甘いから。ああ、いいよ。いいよ、任せる。ちょ、怪我だけして。怪我だけ。もう終わりだから、もう終わりだ。皆さん、分かると思うんですが、こっちに移動すると、やっぱり狭いんですね、ここ。なんで、気をつけて、多分もう皆さん座ると思うんですけど、やっぱり狭いんで、気をつけてください、押さないで。で、ここの芝生に来て、倉高校の人も、座って花火見ると。いうこと、はい、はい、芝までね、芝まで登る、芝まで誘導する。で、スタッフは芝まで誘導してね、芝の中で。で、ここで花火を見て、で、もう一個あります。これで花火見終わって帰るときに一般の方がいるんで、皆さん入ってきた向こう右側、山下公園の方から帰るように我々誘導するんですが、一般の方がパンパンですから。終わった後ここから出るっていうのは至難の技なんですね。なんで花火終わってからしばらく出れないと思ってください。これだけの人数を一気に出すことはできません。ただし、まあ当然一人でどっか家族がいてって一人で出るのは、まあ出てっていただいて構わないんですけど、全員はそういうことはできませんので、ここで花火を見終わったら時間がかかる、出るまで時間がかかるっていう認識でいてください。で、誘導は我々でするんですが、向こうの入ってきた、さっき入場した側から出ていくということです。向こうのお客さんが吐けなければ我々出ていいですよと言いませんので、それだけご認識ください。じゃあすいません、本日の練習大変お疲れ様でございました。予定より早く終わったんで本当に助かりました。ありがとうございます。あとはですね、お子さん、この時間ですからお子さんを迎えに行ってあげてください。じゃあすいません、これで解散です。ありがとうございました。らしいな。